キムさん、こんばんざい。こんばんざい。マレーシア。2日目です。今日はこんばんは。あ、ガキさん、ありがとうございます。なんだっけ、マレーシアから。ん、こんばんだ、ヤッホー。ハッシー、こんばんは。マレーシア2日近い目からでライす。ブ画面始まるの。今日は、ムニシャゴとテレマカシとサマサマ。トミスさん、こんばんざい。でもなんか英語通じるみたいなの言ってたんでしょ。大丈夫かな？ ヤッホー、もう顔文字使うの飽きたの？今日は、ちょっと観光というか街を歩きました。行き日マレーシア楽しい、楽しいよ。でもね、結構スコール雨が結構降ってくるから傘は絶対必要。こっちはマレーシアは今5時ぐらいで、5時半ぐらい。じゃあ、直帰。出た、そう、その顔文字。ジュエちゃん、こんばんざい。水谷さん、こんばんざい。今日は、そう、街を歩いてきて、ステージのやつがあったんですよ。パスをもらうみたいな。で、ステージを見てきて、その後に街をブラブラしたりして。できるかな、伝わるかな。でもジャパンエキスポに来る人は日本が好きな方で、多分日本語を知ってくださってるで、らしい街をから。歩いて、今は一回ホテルに戻ってきています。今日はご飯食べて、美味しいご飯食べた。ライブって明日、そう、ライブは26、27、28。大人っぽい。あ、そう、大人っぽい。イエーイ。3日間あって4回ライブがあります。ショー、ファッションショーもあります。27日に。待って、海外 まあ、どんな服着るかも分かんなくて、ドキ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 。楽しみだな、明日からライブ。ステージ見ていきけたひ、日の？本はジレちゃいないから、星日に本なってそるこなんね。て書いたの？ピンのリンク？何？何よ？ないよ、リンク。サングラムで言う 待って、ピそれンのリ懐ンクっかてし何？くない？ピンのリンク？なんそか、の話。今日は顔がいい感じにむくんでるかもしれない。今日もか。でも本当にね、雨が結構普通に急に晴れてても降ってくるから、昨日も雨降って今日も雨降ってる。雨にやられている。そっち暑い、暑いし、暑いけど寒いみたいな。風というか空気感はすっごく暑くて、で発信しも、てもコメントが読めない事件があったけど、なんだろアジアは大丈夫でした。カセちう、おゃん、店の中今とか聞いは結た。構なんか空めっち調ゃが美寒いか味も。しそうに匂い日がする本ね。人向きの空調じゃないから、そこは彼寒い氏かはも見します。れない。ジャパンエキスかポわいいにと出思っ演すたる俺ためはに来ました。勝った。そだうからなホんだ。テルとこれからかだ。おそっ店か。は結構肌そう寒だかっね。たり、これからライブおか。店が結構寒いかもしれない。空調え、がカズトモ。え、わーい。ヤッホー。結構初寒いけ恋ど、だね。お店を出た瞬間の外のイエーイ。空気はめちゃめちゃ暑あ、い。カワサボタンもらってってください。よかった。サボあるめっちゃある。
ファミマもあるし、クロスタンこんばんざい。あとユニクロもあるし、めっちゃね、日本のやつ多い。埼玉はいつも暑い。そうだね。どこだっけ、待って言わないでね。埼玉の、気候は暑い。なんだっけ、食べ物は熊谷、なんかめっちゃ不安だったけど、熊谷だっけ、めっちゃ美味しい。意外とどこのやつも美味しくて、いい感じ。タジオのコメントは寒いよ。言わなくても思ってるかもしれないよ。だからね、どうだろう。でも空気感は本当日本より暑いかも。日本はジリアがいないから平和で、ちょっとあとなんだろう、マレーシア、あ、飲み物が甘いっていうのを調べたら書いてあるんだけど、本当に甘いです。なんか出されたお茶みたいなのも甘くて、言わなくても思ってんの一番悪いやつ。それはそう、性格悪めちゃん。そんなことないわ。息引そう。そうだよね、熱いぞ、熊谷だっけ。お水みたいな感じ。あれだよね、あの温度計がさ、駅のところに貼ってあるんだよね。なんだ、ちょっとレモンティーみたいな味がした。ちょっと酸っぱめので、今日ね、あのカルピスを買ったんですよ、ね、来て美味しい。マレーシアのカルピスを買ってみたら、全然カルピスの味じゃない。美味しい、ヨーグルッペみたいな。だからヨーグルト系、乳酸菌には変わりないんだけど、なんかカルピスじゃなかった。砂糖いっぱい入ってん、え、本当に入ってる、めっちゃ。なんかりんちゃんがコーヒーを飲みたくてコーヒー買ったのに、砂糖がめちゃめちゃ入りすぎてて悲しんでた。イケイ、砂糖入りの緑茶とか売ってない。え、なんか本当だから、お茶が、ご飯屋さんでお茶が出されたのに、めちゃめちゃ甘くて、え、これカスタマーなった。ありがとう。なんか飲み物とかも下に練乳があって通われたとかがあるみたいな感じ。あとドリアンが臭かった。ドリアンめっちゃ臭かった、ね、え、やばいよね。あれドリアンなんだと思って。そう、ドリアンだよ。ドリアンだって。あれですね。ドリアンガスモレの匂いです。臭かった。マレーシアのお土産調べた。え、なんかね、でもこれといってマレーシアっていうのが分かんなくて。行っちゃう。タイとかいろんなのがあったみたい。ジャンバーバーグこんばんは。マレーシアってのチビアに向かった。ライブ楽しんでね。明日頑張る。ルマンさんいるの？いるのかな。ほんとね、ゾリアンはね、ちょっと臭い。行こう。へぇ、みんなを。ホテルにね、プールがあるんだけど、まだ使えないんだって。イケヒステージはでっかいの。ステージはね、そこそこ普通に9人は乗れる。8人だけど9人、11がギリかなぐらい。普通に広いし、なんか本当ショッピングモールのど真ん中にあるから、エスカレーターとかでは上に行ったり下に行ったりしている人が見れる感じで、建物が高いから上からも見てもらえる。本当日本のショッピングモールみたいな感じの中にライブハウスがあって、ライブハウスじゃない、ステージがあるの。何しにまれライブだよ、ジャパンキッズ。うん、食べてはない、匂いだよ。お土産じゃ、あのドリアン買ってってあげるよ。本当臭かった。プールドキドキ。そうで、でも今日の夜までなんかメンテナンス中みたい。タジオさん顔文字使い、しかもそれ白目だよね。でもさん、この際言わない。だからそう、同じ部屋です、今日。今日、そう、今回ジュリアさんと同じ部屋で。一応この際だから、でもマレーシア本当楽しい、満喫してます。ヒカヨさんヤッホー。まあ秋用のコート欲しいから頼む。あと3万ぐらい。でもね、洋服もね安くて、でも洋服のデザインが韓国系
この忘れた多いのが楽しそうやもんね。伝わってくるよ、本当伝わっててよかった、楽しい。でも本番は明日からだからね、明日からの3日間が本番だから、本番っていうか朝6時ぐらい本番だから頑張る。じゃあ朝からライブまでには間に合うくらいか。幅なしで、イエーイ、幅なしで。僕にとっては一年の笑顔が一番のお土産。じゃあ笑顔だけしかあげないよ。そう、明日はド緊張のファッションショー。ファッションショーは27日なの。2日目。ちょっと透けてる、可愛いでしょ。ド緊張だよ、本当に。ここまでがあって、大丈夫か、不安だよ。トナップコーデで、よいしょ。あ、シルエットマレーシアで、いいですね。今日2組が帰ってくる。マンズジャパンも日本でライブあるからね。マレーシア語で挨拶とかできるようになった。あ、あのね、なんかその英語って聞いてたんだけど、結構ねマレーシアが多い。テリマカシーがありがとうで、サマサマがどういたしましてだって。あとおはようこんにちはとかの挨拶が時間ごとで区切られてて、マレーシアがなんか何時から何時はサラマッパギみたいなで、12時から何時からはみたいな、結構時間区切りの挨拶で多かった。めっちゃ挨拶があるみたいな。リアルにそれだけで癒されるから大歓迎だが。オープニングアクトの足軽ちゃん見てたら後ろでメロンパンいた。ありがとう。でも今からえ本当ドキドキだよ。やばいもん。ファッションショー誰？ファッションショー出るの？あゆちゃんとジュリアがファッションショー出ます。だから今日の夜も歩く練習するんだよね。そうです、そうです、ウォーキング練習だよ。細かくて覚えられない。え、そうなの、多いの。しかも全然英語もできないからさ、大変。タジオねえねえ、みつきにタジオの眼鏡真面目ね、受けるよね。ジリも受けちゃったもん。今練習してとりあえずね転ばない。それ本当にでもさ平面だったらいいけど、あの階段だったら怖くない？うん、怖い。日本で買った洋服着るの、いやなんかそれがデザイナーさんが、タイのデザイナーさんだったっけ。なんかマレーシアなのにね、タイのデザイナーさんのファッションショーに出るのよ。応援電波飛ばしまくるから、あゆみんと一緒に頑張るよ。ね、受けるよねって本人に確かに今の教官をみつきちゃんにしたかったから頑張ります。明日からライブが1日目始まります。おしめんのおしめん、こんばんは。よしお、こんばんは。なんかさ、懐かしい、そんな戻ってる、懐かしく感じる。受け取った、その今夜も可愛いね、愛してる、結婚しようが懐かしく感じる。ご飯食べてたら一番虫っていうお店があったの、写真撮っちゃった。じいちゃんこんばんは、こんばんは。ホークさん、なんかね、マレーシアのお店ね、なんかフードコートみたいなのがあって、そこにこの後はご飯を食べに行きます。夜ご飯を、変な名前、北海道っていう、楽しみ。違う違う、北海道はあれ、北海道のタルトのお店だよ。あ、そうなんですか。日本のお店。それを名前にしちゃったんだ。配信でこんな喋っても物販行ったら小道を発揮し続けようとか。え、違う、タジオだってワイワイしてるよずっと。ファッション誌はアドリブを入れる。え、だってさ、ポーズ決めてとか言われたらもうわかんないよ。最近おしめんでしか言ってない。お、一途になったじゃん。まだ食べんの。え、それはそう、アビコさんもみんなずっと食べてるよって言ってたから太っちゃう。はい、ぬかさん、こんばんは。明日会えるのかな。それまたヒカルさん、ほんとジェイの配信見れるだけで神癒し幸せ。え、ほんとそう思ってくれてたら、ジェイも配信しがいがあるから嬉しい。いや、え、いや、え、最初の頃一番欲しい来てくれたの。ポーズ決めてナルシス。え、ジェイナルシスしない女子だから。ほんと、なんだっけ。メイさん、逆、メイさん、ジュリアさん、リマさん、
リンさん、コマレーシアは暑くて雨が降っていて、暑くて雨が降っていて臭い。トリアンちゃん、トリアンが臭い。配信でしかなかなかたくさん確かに意見そうだよね。でも配信で話せるから嬉しいよ。あとたまにちょっと目合うもんね。逆とはみんなこうやるからジュリはこういくよ。あのメルティーミルクティーっていうのが美味しいので、シスナルにしようこれ。めちゃめちゃ2日目はいかがですか。2日目はあのね、結構街中を歩いてきたよ。あのね、ティーライブね、めっちゃ街中にあるから。え、一番飲んで。ティーライブの一番飲んで。メニューの。ジュリアって女の子だったの。ジュリアって女の子だったんだよ。マレーシア美味しいものだらけそうだもんね。しかも単価安い。え、でもなんかちょっと癖は強いのは強い。でも思ったよりも全然。癖が強くなくて安心してる。170円タピタピして、え、本当にして。一番頼んでね、一番上のメニュー。ミルクティー、あ、ミルクティー、ミルクティーキス食べたいけど美味しかった。ネジって間違ってるんだけど、ヌザリさん教えてきたの。シスになるジュリアが言ったらみんなそこはだから。そう、あ、違うよ。一番が普通のミルクティーなの。私は2人で、なんかね、ドリアンなんとかとかドリアンココっていうドリアンのやつもあったけど、一番のね、普通のミルクティーが美味しかったから。そしてもぐもぐジュリアが加速。あ、ほんとやばい。だってお昼もさ、りんちゃんの余ったご飯とレナの余ったなんかそばみたいな麺食べちゃった。マレーシアからも配信するからね。さっきのポーズがあちゃんあちゃーお子だから。コージジリこんばんざい、こんばんざい。散歩ということで、そろそろ配信終わりにしたいと思います。この後はね、ご飯行ってくるので。そう、ご飯食べてくるな。昭和人間で走ったあちゃーということで終わりにしたいと思います。明日から3日間ライブがあって頑張るので、ぜひ応援お願いします。食べたら行ってくる。え、何時に出るの。待ってるから気をつけてきてね。おつね、楽しんできてね。ありがとう。じゃあバイバイ。ひかりさん、おつゆ楽しんでね。ありがとう。じゃあね、むにみかずき、ありがとう。ズッケロさん、ありがとう。1位の星に見てくれてる。嬉しい。すごいね、1位2位。バイバイ。